おはようございます。2018年6月18日古民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん。今日はもう超ドシンプルチーズトーストのみです。ちょっとバイトに行かなくちゃいけないので今日は朝ごはんの準備があまりできませんでした。ということでとっとと食べていきます。大阪の人、地震大丈夫でしたか？それでは今日も一日みんな元気に過ごしましょう。古民家風の家、マドムゴンでした。いただきます。